はい、リップアップの矢先です。今回はロッドの強度テストですかね。今見えるようにペットボトル2本用意しました。さっき測って1キロに500ですね、入れて1キロにしてあります。そして今回のロッドテストはというと、今ソリッドを再来年まあちょっと売れたらいいな程度で、売るかわからないです。僕が気に入ってる今、万能ロッド、マルチロッドがあります。海で主にイカを釣って、ハマチが回ったらハマチも釣るみたいな竿、まあどうしても釣れない時はガシラを釣るみたいな、何でも使える竿があるのですが、それをまあちょっと作り込んでいきたいなっていう段階でございます。正直バスも釣れるし缶釣りでも使いました。ただまあ主にソルトの、ライト用みたいなんで使ってる竿でございます。ちょっと1キロだいぶライトなんですよ、竿自体が。そこまで、低弾性のパワーの軽い竿ですし、パワーないんですけど、1キロが上がるかやってみます。ちょっとだいぶ怖いです。ちなみに竿は73ですね。73、ちょっといきます。怖い、折れそう。バットまで曲がってます。持ち上がるか、折れる、持ち上がったか分からん。もうちょっと絞って、パキって言わんといて。持ち上がりました。1キロリフト OK ということですね。よいしょ。結論持ち上がりました。だからマックス1キロの、ウエイトのものは吊り下げれる、検証結果でした。でもちょっと表記はマックス1キロとは書かないと思います。800グラムぐらいかな。まあそんな感じで強度テストでした。じゃあね。